おはようございます、こんにちは。65インチのね 4K テレビ、まあ、これ実質6万円ってことで、購入したんでね、設置してどんな感じなのかっていうのをレビューしていこうと思います。今現在あるのが40型ですね。40型は別にちっちゃくはないんですけども、近くで見る分には全然いいんですよ。40型だったら大体6畳とか8畳ぐらいの部屋ベストっていうか、テレビを前にしてテレビから距離的に多分1メートル50、まあ、または2メートルぐらいの距離が適正だと思うんですけども、いかんせんちょっと部屋がね、割とここ広い部屋なんですよ。ここですね。僕はもうここでテレビを見てるんですよ。いつもここでテレビを見てる感じになりますね。で、割と遠いんですよ、ここから。もう部屋結構悲しい感じになってるんでね。65インチのね、モダンデコっていうメーカーのサンライズっていうところですね。まあ、要はジェネリック家電ですね。格安の 4K テレビっていうことでね。型的には、もう2年前、2019年に発売されたモデルになります。で、実際値段はそんなに変動はないんですけども、PayPay のね、残高払いして、まあ、約6万円になりましたね。ポイントが1万6000ポイント近くついて、正確には6万、多分3000円ぐらいですかね。うん。なんで、現金では8万円近く、7万後半払って、で、ポイント還元があるんで、まあ、6万円ぐらいで買える65インチ。一番コスパ最強ですね。実際設置してどんなもんなのか。映像だったりね、機器サイド、あとスピーカーの感じとか、実際まあレビューとかされてるんですけども。ということで早速、設置していこうと思います。部屋の大きさはですね、ここが18畳ありますね。一応結構広めの部屋で、こんな感じだったテレビやって、画像ではあんまり大きさとか広さ的なもんわかんないですけども、ちょっと照明あるんですけど、はい。こんな感じで、奥行きはこっちから見るともうこんな感じなんでね。まあ結構広いわけですよ、ね。テレビはここにあるんで、部屋間にちょっと40インチはちっちゃいってことなんでね。まあ早速ちょっと65インチ設置してどんなもんかっていうのを見ていきましょう。大きさ的にはわかりますかね。わかるかな。はい。箱の大きさ的にはもう普通に両手広げた感じでこのぐらいなんで、かなり迫力ありますね。さすが65インチですね。これ横幅が、はい、150センチですね。横が150センチの、縦が箱上から箱から直接なんですけど、150の95ですね。上が95、まあ1メートルないぐらいですね。縦は。はい。で横が150センチになってます。早速開封していきましょう。まあ、はい、ちょっともう無言で取り付けちゃったんですけど、ここスタンドベースですね。これスタンドベースが A と B ってやつが2箇所あって、自分で付ける感じになりますね。ドライバーは自分で、準備して、ネジが、2本、片側、2本のビスで止める感じになります。これは付いてくるんで、はい、この2箇所をね、止めてって感じになります。で、裏側はちょっと簡単に説明すれば簡易的な感じになってます。光デジタル音声出力、あと AV 入力、映像音声で、LAN ケーブルと、BS110 CS、あと地上波で、HDMI 出力が、1、2、3、4つついてますね。はい。で、B キャスカードで、あとはイヤホンジャック差し込み口ありますね。あと USB も、挿すところが2箇所って感じになりますね。うん、あ、こっからコンセントですね。で、ケーブルつないで、コンセントつなげばもう、テレビが映る形になってますね。はい。こんな感じですね。ということでね、テレビの設置無事完了しました。正直この動画上だと大きさっていうか迫力いまいちね、そこまで伝わってるかわかんないんですけども、近くで見たら、はい、こんな感じになってます。で、かなりでかいっすね、やっぱり。うん、こんな感じっすね。で、自分がこう来るともう多分大きさわかると思うんですけど、ここっすね。で、まあこんぐらいで、実際に前
前使ってたテレビとちょっと比較しますね。前のやつが、これアクオス、シャープのアクオスですね。型的にはもう結構古いね、古いんでちょっと買い替えたっていうのもありますけど、40型のテレビがこれで、ちょっと比べますね。40なんでこんぐらい、40がこれで、今日設置したやつが 65インチですね。でデザイン的にフレームレステレビってことなんで、フレーム自体、まあ、今のテレビ大体そうだと思うんですけども、ギリギリまでこのね、あのモニターを大きく見せるっていうことで、このフレームをカットしてるでフレームレスですね。まあ、大体幅的には、まあ、1センチあるかないぐらいですね、あのフレームの方で。こんな感じですね。比較するとこんぐらいの大きさですね。大体どんぐらいだろう、ざっくり 1.5 倍ちょいはあるかなぐらいですね、はい、10年近く前かな、もうこれ、うん、で、まあ、フレームがね、この通り5センチくらいあるんで、こっちが単体だと可能ですね、大きさ的に。まあ多分これが一番分かりやすいかな、比較すると。テレビ台で40インチ置いてれば、まあかなり余裕があったんですけど、このどんぐらいだろう160センチのテレビ台でもうパンパンなんで、まあ、今置いてますけど、まあ、そのうち壁掛けにしようと思ってるんで、壁にかけてモニターっていう感じで使おうと思ってます。僕あんまテレビは見ないんで、まあ、動画とか見たりね、そんぐらいなんで、はい。で、音声も今消してますけど、音声も調整した感じだと若干こもってる感じはあったんで、できれば他の映画だったりね、Netflix で YouTube とか見るとき、まあ、YouTube ぐらいだったりですけど、まあ、綺麗な動画とかね、見たいときは、他のね、外付けの、やっぱアンプスピーカーとかがね、うん、おすすめですかね。映画とか見るときとかもなおさらそうですね。画面は良くても、まあ、音にこだわりたい人とかだったら、スピーカーをつけるのが、まあ、一番無難かなって感じですかね。で、画角とか画質なんですけども、この通りね、横から見た感じとかもね、全然、問題はないですね。ほら、横から見ても全然わかるんで、まあ、この辺とかですかね。全然見えますね、はい。これがね、実質6万っすね。6万とかなんでね、うん、かなりいいと思いますね。まあ、結構ね、評価も高い方なんで、テレビ自体は。なんで、うん。全然いい買い物だと思います。デザインもね、シンプルで本当いいですし、うん、ただ音ですかね、やっぱ、うん、やっぱ音はちょっと、うん、音にこだわる人だったらちょっと物足りない感は確かにありますね。まあ、画質とかは別に全然、色彩とかもね悪くないんで、はい、かなり綺麗だと思います。ただやっぱ部屋の大きさ的には、8畳じゃちょっと厳しいかな。まあ10畳ぐらいの部屋ぐらいだったら見れるんじゃないですか。実際今までは、このぐらいで40インチは見てたんで、うん、これし、まあ、これでも見れるけどな、うん、全然見れるけど、ちょっと目が疲れそうなんで、まあ、もうちょっと離れるぐらい。40もそうですけど、1メートルぐらい離れればいいだけなんで、1メートルか、1メートル50いかないぐらい。なんで、だいたいここからさらに1メートルぐらい、うん、離れれば全然いいですね。まあ、ここでも全然見れないことはないですね。はい。なんで一番いいのはどんぐらいだろう、2メートルぐらい離れる距離見れると思うんで、部屋的にはまあ8畳でもいけなくないと思いますけど、10畳とかの部屋だったら間違いなく65とかですかね。55インチで僕も迷ったんですけど、まあ、正直55でも全然いいんですけども、ポイントの兼ね合いとかでね、実質2万ぐらい払えばこの55から65のやつを変えたんで、まあ、65を思い切って買ったって感じですね。部屋的には全然余裕だったんで。で、トータル評価的には全然ありですね。もっとこだわりたい人だったら、2、30万ぐらいのね、テレビを買うのは、本当それはおすすめなんですけども、最安、中途半端なやつを買うぐらいだったら、この辺のね、ブランド、ジェネリック家電、かなりいいと思いました。この動画参考にしてね、もしテレビ買おうか迷ってる人は、この55インチもあるんで、55だと、ヤフーショッピングとかで46,800円ですね。で、PayPay で連携してる人だったら、PayPay 残高払いで、ポイントは、まあ、僕ソフトバンクなんで、18% とか 20% 近く払えるんでね。うん。T ポイントと。まあ、全部で、実質4万ぐらいで本当買えます。55インチだと。で、これは、通常だったら多分7万ぐらいかな。まあ、ポイントで、かなり、PayPay のグランドフィナーレで買ったんで、まあ、実質6万ちょい。6万。
2000円ぐらいかな、送料とか合わせたって感じになりましたね。はい、っていう感じになります。以上になります。はい、ということでまた違うところで僕のチャンネルになりますので、よかったらこちらもご覧ください。最初ね、今回は65日のねレビュー動画となります。こんな感じで、まあぜひ参考にしてテレビの購入を検討してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。